が家に持ち込む花粉は約10万個。静電気の起きにくいコーディネートでおしゃれを楽しみましょう。うっかりポケットにティッシュを入れたまま洗濯をしてしまったことはありませんか？多くの人が経験したことのある大失敗。でも諦めないで。家庭にあるアイテムを使って除去することができるんです。その1、粘着ローラー。ティッシュの上をコロコロ転がして取るべし。その2、洗濯ネット。奥に向かって優しくスライドさせるべし。その3、食器用スポンジ。表面をなでるように優しく丁寧に行うべし。洗濯前にポケットのチェックは忘れないようにしましょう。もういくつ寝るとお正月。子供の頃はワクワクしながら年を迎えたのに、大人になるとなんでこんなに年が早いんだろうって思いませんか？これはですね、地球の自転や公転が早くなっているわけではないんです。実はちゃんと年を取るほど月日が短いと感じる理由を解明した方がいるんです。フランスの哲学者のポール・ジャネさん。その名もジャネの法則と言うんです。ジャネさんは、生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例するんじゃねと思ったわけです。10歳の人にとっての10年間は5歳の子供の1年間にあたり、5歳の子供の1日が50歳の人間の10日に相当するんじゃねって思ったわけです。わかりませんね。檜山沙耶の意識高い紅葉豆知識です。まず覚えてほしいのはクロロフィル。葉を緑色にしている色素のこと、葉緑素ってことですね。そして寒くなってくると葉っぱが黄色くなりますよね。これはカロチノイド。中で大事な要素がアントシアニン。覚えられましたか？あ、アントシアニン、綺麗。地震のエネルギーに関する質問を多くいただいていました。マグニチュードというのは地震の揺れを示す震度に対して地震そのものの規模を表す数字になります。マグニチュードの大きかった地震としては1960年に起きたチリ地震、マグニチュード 9.5、 東北地方太平洋沖地震ではマグニチュード9に達しました。より小さな地震もたくさんあります。マグニチュードマイナス1、マイナスもあるんですね。1違うとエネルギーがおよそ30倍違ってきます。2違いますと大体1000倍ぐらいのエネルギーの差ということになります。よく小さな地震が多数起きることで大きな地震のエネルギーを解放できるんではないか、そういったお話もいただくんですけれども、マグニチュードが4つ違うとエネルギーは100万倍変わってきます。小さな地震がいくつ起きてもですね、大きな地震のエネルギーにはかなわないということになります。大地震についてはこの7クラス以上の大物に対しては一層の警戒が必要となります。私、コウサちゃん、ちょっと迷惑がられてるけど、春の使者とも言われています。3月から5月に登場するよ。4月が一番多いんです。私は、タクラマカン砂漠やゴビ砂漠など、中国を中心とした東アジアの砂漠地帯がお家です。春に雪解けが進むと、むき出しになって、強風で上空に巻き上げられます。ふわふわ。そして、日本上空付近を流れるジェット気流に乗って、日本までやってきます。こんにちは。来たはいいけどご迷惑をおかけします。敏感な方は洗濯物を部屋干しにすると安心です。洗車はまた汚れる可能性があるため少し待った方が安心です。ではでは。この猫ちゃんは何かの天気変化を感じ取っています。さて次のうちどれ？晴れる、雨が降る、雷が鳴る。正解は雨が降る。猫は湿気があるとヒゲに張りがなくなって狩りの成功率が下がるそうです。だから湿気が嫌で雨が降る前に顔を洗うそうです。しゃー、何が出来上がるか当ててね。豊かな海、麦の海、静かな海、晴れの海、雨の海、嵐の太陽、雲の海、湿り海、満月の時に見られるラビットの完成。